Thank you.
はい、ありがとうございます。はい、はじめましての方もちょっといらっしゃるかもしれないので自己紹介をさせていただきます。私、先ほどご紹介預かりましたカナリアと申します。こちら、月勝利さんの主催のライブサンストーンには、1月から3月までちょっとお休みいただいておりまして、はい、今月久しぶりの、出演になります。これからまた作曲歌わせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、1曲目は、もうちょっと東京でお花がちょっと散ってしまったんですけれども、4月、まあ、春、まあ、桜の季節ということで生き物がかりさんの桜という歌を最初に歌わせていただきました。次、2曲続けて歌わせていただきます。2曲目が、アニメの、曲にも使われましたゆめさんの朝が来るという歌。3曲目が、こちらはアドさんの歌、でこちらはキラキラという歌になります。2曲続けてお聴きください。I'm not afraid of the dark.
来月なんですが、ちょっと5月7日がですね、自分の誕生日当日になるので当日ですね、ちょっとお世話になっています。池袋東口のデキパさんというところで、ちょっと自分のバースデーのライブをちょっとやらせていただきます。はい、そちらがですね、16時から、会場になっておりますので、ツイッターとかで随時ちょっと情報を上げさせていただきますので、よろしければ、はい、フォローしていただいてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では、次、最後の歌を歌わせていただきます。最後の歌ですね、ちょっと、やだやだ今来たばっかり、そんなことないない正直ない、そこはいらないよ、いらないか、いらないですね、ここではいらないですね、わかりました。ついなんか、ついなんか最後まで言う癖がついてきてしまって。です、ね、はい、では最後は、ちょっとロックな歌で盛り上がっていきたいと思います。こちらも、アニソンといえばなるんですかね。それでは聴いてください。よろしくお願いします。夜を包むブラック雲。
とうございました。かなりでした。はい、楽しんでてください。かなりちゃん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。お久しぶりに。お久しぶりに。おかえりなさい。1月、2月、3月、3ヶ月、はい、ね、そのお休みして、はい、休養して、はい、初めて、はい、そうです、だからここから初めてのライブ、サンストーン。充電してたのにパワフルだったね。また選曲が素晴らしいね。うん、ゴロちゃんが嬉しい曲ばっかだったね。ゴロちゃんがね、カタリアちゃんは選曲がいいって言ってましたよ。ドンピシャゴロちゃんの趣味にゃ。久しぶりにここで歌っていかがでだったでしょうか。そうですね、あの西川内ギャラクシーさんもうやっぱりすごいステージがあの広いのでちょっと動いた方がいいのかなと思ったんですけど、舞台に集中してなかなかちょっと動けなくて、やっぱりあのこう雰囲気があったかいので、はい、あの鈴木さんの雰囲気がすごいあったかいので、はい、戻ってこられてとても嬉しかったです。はい、ありがとうございます。そんな香里亜ちゃん、さっきも告知してましたけど、はい、なんかもう一回告知。はい、そうですね、ちょっと簡単なフライヤーなんですけど、ちょっとですね、あのバースデーがちょうど5月7日が自分のリアルの誕生日なんです。あ、おめでとうにゃー、来月にゃー。そうです、誕生日になるので、ちょっとあの出産とかいうのはちょっと初めてなんですけど、ちょっとそれあの池袋の東口さんでちょっと、はい、時間は何時からかにゃ。今の予定ではあの14時16時20分スタートにはなってるんですけども、あの自分の他にちょっとオープンマイクで皆さんを何かちょっと入れさせていただいておりまして、うん、飛び込み役とかもあるので、まあ打ちたいですけど、じゃあ私も飛び込んでいってもいいのかあ、大丈夫です。5月7日は皆さんはまず川越でアニマルズを見て、そのまま東武東上線で池袋行ってもらってこっちに来るという流れで一日楽しんでほしいにゃ。アニマルズのライブを見てすぐに出れば間に合うにゃ。なんか土曜、土日はね、やっぱりイベントがちょっと重なっちゃったりすることが多いので、こっちは大丈夫ね、自分のイベントだから、そして池袋1本で行けるところだから大丈夫ね。ありがとうございます。めっちゃ嬉しければ、まあ、ぜひお時間がある方と、ぜひ皆さん行ってね。はい、ありがとうございます。他は何かありますか。そうですね、他はあのツイッターを見ていただければ、そうですね、見ていただければ、当然みんなフォローしてるはずね。もうね、うん、してないなんて人いないよ、ね、何度も出てますからね、もうね、してないなんてことはないと思いますが、使われやすくなかったら、国民の義務ですからね。国民の義務はちゃんと果たすにゃ、必ずちゃんとツイッターは必ずフォローするにゃ。はい、というわけで、お帰りなさいませのカタリアちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。